自分はパチンコと為替 FX トレードで生計を立てていて、最近 YouTube の配信も始めました。大学生の周りには投資家やパチプロの方っていますか、またはそのような方と話す機会があったら何か聞いてみたいことありますかとなんですが、すごいですね、この人何が面白いかって、投資家とパチプロをこう一括りにしてるってところがすごいですよね。結論から言いますけど、僕の周りには投資家はたくさんいます、でもパチプロはいません。なんでかっていうと全然スケールが違うから。正直悪い言い方なんですけれども、 FX とかパチンコとかこうちま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 稼ぐタイプ の投資家の方って僕ほとんどいないんですよ。僕の知り合いで最近 FX を実はやってるってことが分かった、すごい優秀な経営者の人がいるんですけど、その人はかけてる金額が莫大すぎて多分参考にならないんですよ、すごくて、しかも全然損してないんです。だから頭がいい人がやると FX ってすごいな、頭と資金力あれば勝てるなと思いました。でそれ以外の投資家の人って超長期投資とかをやってる人がばっかりなんで、なんだろう、いるんですけど、普段話してますけど、そんなに投資の戦略の話とかアホみたいな話はしないですね。だから聞いてみたい話は別なことです。ワインの話したりとか、普通になんかね、最近面白いビジネスでこんなのがあってねとか、これ知ってるみたいな話とかしますけど、実際投資運動の話とかそんなにしないですね。みんなやっぱ自分の頭で考えてるのは投資って分かってるので、いや投資家って投資の話しないですよあんまり。ごめんなさい、パチプロは会ったことないかも正直パチプロって何なの僕ちょっとよく分かんないですよ。パチプロってさ、いやその労力があるんだったらもうちょっと違うさ、なんだろう、こう生き方あるのになーって僕思っちゃいますけどね。はい、すいません。ギャンブラーにはあんまり敬意を持てないよな。パチプロね、いやなんか釘を読んだりとかうんぬんとかいろいろあるとか言いますけど、いや釘を読む暇があるんだったら稼げるような他のことでって僕は思っちゃうんで。昔パチプロ集団みたいなのやりましたけど、あれ有名なパチプロ集団昔いましたけど、あれ結局詐欺チームだったんですよね、あれ結局ね。その後なんか投資詐欺かなんかやってたんですよ、やつら。パワープロのスピンオフ、あ、パチプロね。あ、そうなんだ。パチンコは一応統計取ってれば勝てるらしい。あ、パチンコが統計取ってれば絶対勝てるんだったら、パチンコの儲けが少ない可能性はありますけど、統計学部出た人とか、ちゃんと統計学者をやってる人ってのは多分負けないと思うんですけど、統計処理って数学が必要なんですよ、普通に。だからそのパチンコが統計ってのは嘘だと思いますね。これどれぐらい嘘かっていうと、占いが統計だって言ってるのと同じぐらい嘘だと思います。はい。切り抜きいかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですね、の無料の体験リンクと僕のオーディオブックが無料で弾けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録の方もお忘れなく。それでは、バイバイ。